始まりましたクイズつぶず。少ないヒントの中から粒と渦を見分けることができるのか。全問正解者の中から抽選で粒の椅子になる権利を差し上げます。それでは参りましょう、クイズつぶず。第1問、小学生の正解率 98% の問題です。粒おわ渦。正解は B の渦でした。クイズつぶず。第2問、小学生の正解率 76% の問題です。粒おわ渦。正解は A の粒でした。クイズつぶず。第3問、小学生の正解率 53% の問題です。粒おわ渦。正解は B の渦でした。クイズつぶず。第4問、小学生の正解率 68% の問題です。粒おわ渦。正解は A の粒でした。クイズつぶず。第5問、小学生の正解率 25% の問題です。粒おわ渦。正解は B の渦でした。5点満点が生みの親、3点から4点が近所のおじさんおばさん、1点から2点が隣のクラスの人、0点がその辺の人という結果になっております。それではまた第2回でお会いしましょう。せーの、ラッセルラッセル。